マリオ・バーバは、イタリアの映画監督、撮影監督。イタリアホラー映画黄金時代を築いた一人として、知られている。マリオ・バーバは、リグリア州サンレーモで生まれた。父親のエウゲニオは、彫刻家で、イタリア無線映画機の特殊効果撮影のパイオニアで、後にはカメラマンにもなった。最初、バーバは画家になろうとしたが、絵で生計を立てていくことができず、父親と同じ映画業界に入った。 マッシモテルツァーノラ撮影監督の助手となり、同時にムッソリーニの映画製作所、ルーチェ研究所の特殊効果部長をしていた父親の仕事を手伝った。1939年、バーバは撮影監督として独立し、ロベルトロッセリーニの2本の短編映画を撮った。1940年代初期には長編映画も担当した1960年。 バーバはイタリア語シックホラー映画、血塗られた墓標を監督した。この映画はバーバラスティールを一躍スターにしたばかりでなく、白黒フィルムの光と影の使い方で高い評価を受けた。続く、ブラックサバス恐怖。三つの顔、白い肌に狂う鞭ではカラー映画での評価を得た。バーバ作品は後の映画に大きな影響を与えた。 例えば、知りすぎた少女は、イタリアジャロ映画の最初の一本と呼ばれ、SF ホラー、ヴァンパイアの惑星は、エイリアンに大きな影響を与えたと言われている。ハリウッドでは漫画を原作にした子供向けのシリーズものが作られたが、バーバは黄金の目で漫画原作でも大人向けの映画が作れる可能性を示した。一方、1971年の、 血みどろの入り絵はスプラッター映画の最初期の一作とみなされている。さらに、マーティンスコセッシなど多くの人々が、バーバの最高傑作と評価している1966年の、呪いの館は、J ホラーなどアジアのホラー映画のじわじわと迫る恐怖描写に、その影響が見受けられる。1980年、バーバは、心筋拘束のため、ローマで亡くなった。 息子のランベルトバーバは、父親の助監督を数年務めた後、監督になり、デモンズ、デモンズニなどのホラー映画を撮った。マリオバーバはいくつかの作品で、ジョン・エム・オールドという名前を用いていて、ランベルトも時々ジョン・エム・オールド・ジュニアとクレジットしている。マリオバーバに関する本が数冊出版されている。パスカル、マルティネの、マリオ・ボバ、ジーン、ルイス・ルトラット編。 マリオ・ボバ、アルベルト・ペッツォッタ、マリオ・ボバ、トロイ・ハワース、ザ・ホーオン・テッド・ワールズ・オブ・マリオ・ボバ、ティム・ルーカスによる、分厚い表現、マリオ・ボバ・オール・ザ・カラーズ・オブ・ザ・ダークなどである。ありがとうございます。